ラジオの感想のメールが届いていますので、ありがとうございます。ちょっと紹介したいと思います。はい、お願いします。ラジオネームニャプソンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。村瀬さん、石川くん、お願いします。お願いします。ラジオ放送を聞きました。2人のナイスコンビな感じが翔ちゃんとトビオみたいで面白かったです。わらわら、やった、わらわら。これからも配給漫画アニメともに応援しています。 BS 村瀬さんが神々で可愛かったです。わらわらっつってね。神々じゃねえ、好き。気のせいだし。むしろ噛んでるの僕なんですけどね。いや違う。はい、次のメールいきます。ラジオネーム受験生だけどアニメを見るのは譲れないさんからいただきました。ありがとうございます。お願いします。お願いします。ハイキューラジオ聞きました。村瀬さんと石川さん、お二人ともどこか雰囲気が日向と影山に似ていて、聞いていて自然と日向と影山がトークしている姿が浮かんできました。わらっつってね。わら、おー、嬉しい。そうですか。僕、影山、僕みたいな感じじゃないと思うんですけどね。いや、似てるとこあるじゃん。声、そう、髪の色も似てるしね。そう、日本人だからね。体重も似てるしね。もういいよ、もう、ありがとうございます。はい、次のメール、次行こう。ラジオネーム、ソエちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。村瀬さん、石川さん、お願いします。お願いします。ラジオを聞きました。お互いにトークを拾って上げて打ってのラリーが面白く、バレーの試合のようで楽しかったです。やった、バレーの試合、バレーの試合、そんな緊迫感ないよ。わかんないよ、実はここで、あの、今楽しくトークしてるけど机の下で蹴り合ってるかもしれないじゃん。最悪。やめろ、やめろよ。よせよ、はい、歩む。よっしゃ。よせ、歩む。あ、やった、呼んでくれた。歩むだよ。はい、はい、それでは皆さん最後までお付き合いお願いします。ハイキューカラスノ高校放送部始め。ハイキューカラスノ高校放送部、この番組はハイキュー制作委員会の提供でお送りします。